はい、こんにちは。こんばん。お疲れ様。はい、ストップ。はい、オペさん。じゃねえや。今日はこれを、ちょっと高いんだけど買っちゃった。もう、なんか品薄なんですよ、148番。ということで、これ1つに4つ入ってるんで、2台いけるっていう。で、この前4つある分の片側だけつけたんですよね。高いのを両方つけたんで、こっちも片方はついてる。で、とりあえずじゃあ開封からいきます。ビシッと、説明書が入ってます。だいたい絵を見れば意味はわかります。3分割、3パーツしかないんでそんなに難しくないです。ただこれね、出すときに細かいスプリングのスペアが入ってるからなくさないようにしない。あれ入ってねえよ今回。あ、今回2個しか入ってない。この4つぐらい入ってたんだけど、一応捨てないようにしないとね。全部スプリング、このスプリングですね、このスプリングの予備が。ということで、もう一回やっちゃえば怖くないよ、こういうものは。で、これと別動画であのトミックスの呼気とかもうこれでいけるのかどうかもちょっと実験してみます。今回は加藤の電気機関車で、組み方が、こうだね、こう。これね、細いね戻りバネがついてるんですよ、このタイプ。トミックスはこのタイプで、加藤でもありますよね、こういう。よし、はい、もうできた。ほら、とりあえずもうこれだけ。意外と俺もなんかすんげえ難しそうだからやだなとか思ってて、ってそう思ってる人もいると思うんですよね。そういう細かい作業俺苦手なんだよねみたいな、そういう人のために動画出してるんで、知ってる人にブーブー言われてもちょっと困ります。でこのバンパー外すんですけど、これはもううらって感じで取っちゃって大丈夫。なんつってもこれ1メートル以上の高さから一回落っことしてるんで、それでも大丈夫だったという。でバンパー取ったらこのステップがついてる、これでこの軸を止めてるんで、これもうっつってそうするとこうなります。そうすると、あららら、中入ってちゃった、ポンと取れちゃう。一回俺これ連結器の先端が折れて、玉ちゃん衝突事故かなんかわかんないけど、いつの間にか顎がなくなってて一回交換してるんで。でこの辺のバンパーのパーツはたまに線路にヒットしたりとかして外れるんで、知ってる人は、まあ、みんな知ってるか。でね、これちょっとね厚みがね純正のより厚いんで若干硬いですけど、無理くりエアホースが鬱陶しいな。無理くりグッて、無理くり入れちゃっていいっす。ちょっときついっす、ほら。ギュッギュッて。で、入れたら、ちょっと老眼鏡かけたいな。入れたらね、この、なんていうんですかね。このピンの先っちょがちょっと細くなってるの。
ですけど、これのセンターをこの穴見えねえな、センターを合わせといた方が入れやすい。こんなクソ重たいの落としてさ、バンパーとか台車とか全部外れちゃったんだけど、どこも手すり以外はどこも折れてなかったっていうのがね、奇跡的だよね。つうかすんげえ丈夫、プラの素材が丈夫。あれなんかパチンって入るんですよこれ。ちょっとね、ちょっと位置が合ってないかな。ちょっと待って、見えない。ここセンターが出てないとね、こういう感じで入らないんで、でここがちょっと渋めになってるから、この斜めの状態でこうやってつけちゃうとカプラが斜めになっちゃうから、なるべく水平につけた方が。マジで目が見えない。ちょっと待って、老眼鏡かける。あらやだ見える。カチッと入った、ほら奥まで入るから。これがねちゃんと奥入ってないとね、走行中に線路にバンパーが当たったりとかして脱線の原因になります。もうだいぶガバガバだなこれ、だいぶガバマンだな。はい、もうこれで完了。これもう何回も外れてるから緩くなっちゃってるね。ということでどうしようか、ノーカットでもう6分も経ってるから、もう1台もやっていこうか。あ、もういいよっていう人はここで切っちゃってもらって構わないんで、もう1台もやっていきます。こっち向きか。もうちょっと大変かと思ったけど、そんなではないね。これ動くの確認しといた方がいいと思います。どっちがつけてねえんだ、こっちか。あれ。あれ。もう結構乱暴で大丈夫です。したらカプラを、あれ、見えねえ。はい、取れた。したら差し込む。差し込んで、こんなもんかな。センターを出しておかないとさ、うまく動作しないとイラつくから。そしたらこのステップを、さっきも言ったけど、このステップのこのピンでこのあれを止めてるんで、これはまだ買ったばっかだから、ダメだ、画面越しでやると全然ダメ。やべ、ウェザリングが落ちちゃう。よし、入った。本当に軽く引っかかってるだけだからもう。はい、ついた。かっこいいよね。あれ、なんかちょっとセンター出しがおかしいな。ああ、エアホースに当たってる。オッケーオッケー。オッケー。もうこれだけ、これだけでもね、なんか高級感増すよね、ほら。何気にエアホースみたいな。でアップグレードパーツもつけてるんで、こんなさちょっとのものでもやっぱ情報量が増えるからかっこよくなるね。こっちも
こついたぜ。ということで別動画で今度はコキをやってみます。コキはちょっと初見なんでちょっと時間かかると思います。以上。